はい、どうも、いきましょう。おそらくこのショーラストになるでしょう。治療。一応何が起こるかわからんから。とりあえずは、ちょいとこっち来といてくださいよと。で、キースはもう出番、ここのマップはもうないでしょと。アーロンもないよねって。ヘインは一応ついていこう。あ、ジェシカ先生。大先生の隣行けるじゃない。よし、これで。まあ、アーロンももう、ジェシカの進路邪魔しないで、的な感じで行きましょうか。ああ、まあ、シェリーも、ちょっと、でもアタックやれば一応、いや、無理だな。いや、もうジェシカ先生がどういう感じにしてくれるのか全く謎なんで、何ターン以内に、このターン以内でしたら相手の能力が下がってますみたいな、そんな感じだとすると、まあまあ厳しいんで、ちょっとまあ近づけることは近づくと。リアナを囲んでみる。もうやりたい放題ですよね、これ。やばいっすわ、これ。とりあえず行きますと。これどうなんだろうね。元に戻る、リアナ仲間になるとかってあんのかな。仲間になるっていうか元に戻るにしてほしいんですけどね。スコットはもうちょっと厳しいっすね。スコット置いとくか、こっち。とりあえず。で、進路を一応見た目上開けといてあげると。そうすれば、ジェシカ先生動いてくれると思うんすよね。で、もうええわと。もう動かんでいいと。よし、終了。けなげにバリスタがついてくる。よし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 。あ、もしかしてあれか、ベルンハルトと同じ経度、緯度かに来てるのかな、もしかすると。あ、やべ、これやられたな、多分な。騎士だからな。あ、向こう歩兵だからな。まあ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 、いいだろうと。てめえ、ようやってくれたな。お、じゃあいいよ、こっちキースでやってやるよ。あいつ玉座どいちゃったじゃねえか、ほら。あー、でもキース、てめえ、シェリーで。いや、ちょっと落ち着け。そこは落ち着いていこうぜ。これマジでベルンハルト来たらやべえから。いや、マジで来たらやべえから。そこは熱くなる。そこは熱くなるんじゃない。そこは熱くなっちゃいかん。落ち着けと。開けといてあげないと。こんな感じでいいかしら。こんな感じでいいかしら。よし。OK。接待な動き。よし。もうこれで一生。あとこれか。細かいとこ気になっちゃうんですよね、こういう。ちょっとでもね、回復しておくっていう。で、ヘインを、まあ、ヘインは動かします。OK。
終了。あ、いや違う、そこ違うよ、ファランクス違うよそこ。まあまあでもいいか、釣れたら釣れたで。よしよしよし、来た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 、くれよくれよ、これお上行っちゃったよ。うわ玉座乗り、あ玉座、そうか玉座か。おーし、危ねえ危ねえ。さあさあどうなるというとこですよね。いやちょ待って、でもこれさ、ジェシカス、ここ、それやばくない？それ単純にやばいよね、それ。ちょっと待って、シェリーちょっと待って、どんな感じになるのこれ。ここ行ったら絶対死ぬよね。だから多分玉座からはあいつどかないから、ここは大丈夫なのかな、わからんぞこれ。30139、いやちょっと待て、わからんから、ちょっと魔法でプロテクションかけます。ちょシェリー部隊でちょっと固めましょう。徐々に行こう、徐々に。いやようやくちょっと緊張感が、ちょっと緊張感が出るみたいな。これ倒せるで、さすがに。まあちょっとずつ倒していこうか。命知らずめが、いや一応大丈夫っていう計算。よし、余裕のよっちゃんでしたね。でもこれマジでベルンハルトが来たらもう死ぬよねっていう。ちょっと、ちょっと待って、いやジェシカ先生マジ怖いもん知らずだから、ちょっとマジでちょっとずつやっていかないと、マジ何起こるか分かんないと。ヘインがまあまあここ行けると。よし、これスコット、あれこれか。オッケーかな。一応アーロンのヒールも使えるようにしておくと。あ、でファイアボール使えるよな。あ、そう、ファイア、あ、まあここで使えばいいのか、ここら辺で。これで、まあ打ってみましょうと。いいね、初ファイアボールレスター。嬉しそう。下から打つ。やったぜ。ちょっと減ったぜ。よし、ジェシカ様にちょっとお助けしてやったぜみたいな。これでいや違う、あ、だから上行けないからってことなのかな。でも違うよね、どういう、ちょっとでも HP 減ってたからってこと？うわあ。あーでも周りのやつらは、あ、玉座にいなくなったとはいえってとこだよ。これいい感じで削れちょっとずつ削っていくよこれ。MP がもう持てばだけど。
回復、だからあいつが回復しないぐらいまでに減らしてあげると、とりあえずね、それでうまい感じでいくといいんじゃないかしら。プロテクションかけると、いや、いいね、この戦法いいわ。でさらにさ、あれ、あー、まだちょっとヘインは遠いか。さらにヘインも上行きますと。で、まあシェリーはちょっととりあえずやってみると、まあ倒せるよねっていう。よし、周りから倒す、これがデアラングリッサー。あんま調子に乗ってたやべえか。いやーでも強いわ、シェリー強くなったっすわ、ほんとに。よっしゃオッケーオッケー、ファイヤーボールが効いてる、これは確実ですね。確実に削っていくパターン、一番理想的なパターンっすよねこれ。よっしゃよっしゃーと。でこれ減っちゃってると困るから、シェリーがヒールしてあげれば、まあアーロンでいいのか、アーロンでヒールしてあげることによって、しかもアーロンもプロテクション使う、あ、プロテクション使えねえの、クイックってなんだ、クイックちょっとやってみる、クイックってなんだろう、なんだろうこれ、一部隊になんかやると、やってみる。ブーツ、これ移動力上げるってことか、もしかして。クイックになってる、どうだろう、移動力上がった、あ、でもぽいなぽいな、でもなんかわかんねえな、でもわかんねえな。あ、じゃあまあまあ、でもそしたらシェリーが ちゃんと回復してあげないと、またジェシカ様がヒール使っちゃうから。移動力ってことがクイックでも5使うんだよな、そんな使いますっていう。あー、でも移動力大事っちゃ大事か、そうよね、大事だよな一応な。ジェシカ先生行きましょうと。いや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 、ちょい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 と。うわ、あいつ来ねえ。よし。7で、なんだったらこれ倒せる、倒せちゃう、そんなことはねえか。ファイアボール。7になってどうなんだろう、治療すんのかな。ゴラート。でもこれさ、あー、ちょ待って、上乗っかっ、クイック、ここでクイックか、ちょ、もう全部使ってクイック、玉座乗っちまえばこっちのもんじゃねえみたいな。こっちのもんではないけど、これで多分いけるよ。あっしゃ、なってる、オーケー、ういー、シェリー様玉座待機で倒していく。あとはジェシカ様ですよ、が何とかしてくれる。あ、やべ、プロテクション忘れた。まあ仕方ねえか、仕方なくはないけど、いや、まあまあ、だったらもういいや、プロテクションでちょっと固めてあげて4を守ってあげようと。
まあいい感じになりましたね。これで多分ベルンハルトもなんかさっき攻撃してこなかったんで、なんか攻撃しなさそうな雰囲気だよね、なんとなくだけど。ここいけない。もうイベントとしてそういうことにしちゃってると。またヒール使うのかな、ジェシカ様。やめてよ本当に。もういいから、もういいから行こうぜっていう。玉座にいると HP 回復とかあんの。よし、来た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 。よし、ナイスナイス。あ、回復しよった。じゃあ8だな。8だな。ちょうど2回分あるよと。いや、2回分というかもうヘイも使えるし、なんだったら。ブッブーブッブー。よっしゃ、勝った勝ったな、勝ったな、これな。7にしちゃいけない。これ大事だね、やっぱり。確かに。7になったら、こっちも回復したいもん。8で使うのはどうかなみたいな。これで OK でしょう。グレナディア。もし運良ければ、これ運良ければというか、こっちからいける。あ、いけるね。次、キースで倒そうか。多分というか、どうするん。え、どうしますって感じなんだけど。アーロン、ちょっと治療しときます。シェリーも治療を回復しないとね。とりあえず回復しときます。え、どんな感じになる。ジェシカ様頼むわ。シェリー手動でしたよね。あ、やばい、これはやばい。あ、よかった。一個開けちゃったね。これやばくない、これやばくない。うー、あぶね、このバカ。これ、お、移動してきた。あ、まあ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 、いや、よしよしよし、大丈夫、全然 OK。全然 OK。全く問題ない。全く問題ない。あぶね。いや、ワンチャングレナディア倒して、ジェシカ様がベルンハルトに突っ込むっていうのあったからさ。え、これジェシカ様どうすればいいんですか、発信どうすればいいんですかみたいなっていうか、いや、マジで。マジで。バリスタいいじゃん。バリスタようやくいけんじゃん。いけんじゃんじゃん。ようやく役立ったバリスタ。でもダメージ与えらんねえな、これな。これ、今まで敵がやってきた逆バージョン。絶対無理だから。逆バージョン、マジで。いや、俺マジでどうすりゃいいんすかね、これ。っていう。OK。わーわー。ってなるやつ。あー、間違えた。あ、まあいいや。ちょっと、いや、本当に、これ倒しますよと。で、ジェシカ様？お、レベル、おしおし、ナイスナイスナイス。とりあえず、上がりましたと。一応怖いから、マジで、ちょっと怖いんで、
どうすればいいんですかね。あんまりこいつ移動させたくないって思う。これジェシカ様がなんとかしてくれるんですよね、次のターン多分。じゃないとなんか厳しいよみたいな。大丈夫っすよね。なんか魔法あります？デクラインって何でしたっけ。ファイアボーマジックアロミュートやってみます。なんかヒールとかやってきたからこれはかかるかどうか。まあかかんねえだろうな。ミス、よし、オッケー、安定のミス。いや一応行くと。これどうすかねと。隣に、あ、来た。む、いかん。天地創造の時より時の流れと空間を飛べるものよ。時と大地の門を開きて我に力を貸したまえ。イリュードネタケセルラドール。はあ、隣でレスターの隣でジェシカ様が。これレスターちょっと悲しいな。これな、レベルは上がるけれども一体何が起こったの？ジェシカ様の魔法でベルンハルトを異世界へ放り込もうとしたんだ。うわ、レスターちょっと表情が。自分の体を触媒にして強力な魔法を発動させたんだよ。そうだったのか。それで倒せたのでしょうか。いや、そうじゃないようだ。え？魔法が発動する直前にアルハザードが光を発して二人とも消えてしまった。いや、ちょっと待って、おかしい。リアナ？何ちょっと笑い取ろうとしてんの？そこでレベルが上がる。いやだからもう一発持ってくんなと。デクライン持ってくんな。え？ブリザード覚えた。いや、え、そういうあれなの？いや、めっちゃ上がるアタックに覚えた。ブラスト覚えた。リアナを助け出した。え、もう変異いらなくね？リアナ、まさか面白いあれじゃなくてガチでレベル上がるイベントだったってやつ。はっ、リアナ。あ、テッシー。無事でよかった。おお、普通に仲間になった。もうちょっとなんか話してもみたいな。ラーナの方も大丈夫みたいよ。え？ラーナが最後仲間になる。レベル上がったって普通に言って。あー、ちょっとやっぱちょっといい感じ。クレリック、ソーサラー、ダークプリンセスのまんまが良かったんだけど。クレリック、ソーサラーでいきます。クレリックってレベル低くないっていうか弱くない？まあいっか、ソーサラーでいってみます。いや、エルフか。いやー、こっちタイプか。ヘインタイプか。ちょっと待って。いや、どっちもどっちなんだよな、これな。バルキリーっていうのが謎。いや、まあでも、指揮範囲がどっちにしろに。まあ、こっちで行きます。いや、行きますか、こっちで。フォースヒールっていうのがある。フォースヒールってなんだ。まあいいや、こっちで行ってみますか。逆にね。いや、ほら、楽屋ではこういういい顔してんだよね。うん、ラーナさん。
で、まあ演じるときはちょっときつい当たりの感じで、バルキリーを覚えた。お、フォースヒール。おお、姉ちゃんの方はめっちゃ上がるな。めっちゃ上がるわ、姉ちゃん。こっちそのまま行っちゃう?ラーナ行っちゃう。わ、すげえ。セイント。あれ?どっちだっけ?セイントがいいんでしたっけ?クルセイダー。プリースト。お、ヒール2使えるじゃない。どうしよう。ヒール2って全開だよね、多分。違うのかな ?6 なのかな?あの、ベルンハルトが使ってたよね。フレイヤ。フレイヤってなんだ?フレイヤ、こっちも使える。あれ?あ、ダメじゃん。レジスト。フレイヤって攻撃かな?いや、ちょっとこっちへ行ってみようか。プリースト行こう。え、めっちゃ強え。え、めっちゃ強えんだけど。え、すげえ、すげえ、すげえ。え、超上がる。超上がる。超上がる。何これ。何これ。もうアーロンの時もビビったけどさ。くっそ。くそ上がる。ハイプリーストでしょ、これはもう。いや、めっちゃ、ホワイトドラゴンって、アゲイン。え、アゲインってさ、ちょっと待って待って待って。アゲインってもう一回行動、全員行動できるみたいな。ファイアーエムブレムではそんな感じだったけど、ホワイトドラゴンっていうのもなんか気になるんだけど。あ、召喚って使える魔法、召喚が出てくるのか。アゲイン、アースクエイク、いや、ちょっと召喚、いやー、バリスターもういいかな。こっちの方がなんかいい気がする。召喚でいってみようか。え、めっちゃ上がる。ホワイトドラゴン来た。わ、私はボーデルの術が解けたようですな。姉さん、ラーナ姉さん、リアナ、本当にリアナなの？なんで右向くん、なんで右向くん。ラーナ姉さん、もう会えないかと。リアナさんが双子だったとは知りませんでした。そういえば、私はどうしてここに？いつぐらいからなんだろう。あんたはボーゼルに操られていたんだ。ボーゼルに？そう、私はまだ小さい頃、闇の王子ボーゼルに連れ去られ、リアナとも離れ離れになって。ああ、そんこからか。あ、アルハザードは？でもアルハザードのことは知ってるんだ。ベルンハルトが奪い去ってしまった。だが今どこへいるのかわからないんだ。大丈夫です。アルハザードの波動を調べればすぐに場所がわかります。すご。え、どうしたどうした。ああ、念じてたのね、念じてたのね。わかったわかった。どうやらベルンハルトはベルゼリア城にいるようです。ベルゼリアの城があるんだ。そこから強い闇の波動を感じます。ベルゼリア城の地下には混沌の神が眠ると聞きます。おお、来た。ここも最後じゃん絶対。アルハザードがそこへ転移したとしても不思議はないでしょう。ベルゼリアへ急ごう。いいえ、それよりもラングリッサーの封印を解く方が先です。やっぱ封印されてるんだ。闇の魔剣アルハザードに勝てるのは光の聖剣ラングリッサーのみ。その剣の真の力は未だ眠ったままなのです。だろうね、グレートソードより弱かったもん。だろうねって。何、これ以上に強くなるというのか。いやいや、弱い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 、あの弱いからすごいやって。いや、みんな見てるはずよ、みんな見てるよ。え、これ大丈夫って。ただし封印を解くためにはエルラードの遺跡にあるホーリーロッドが必要になります。ああ、そう、ダークロッドとホー、なるほどね、そういうことか。エルロードってどこなの。私にもお手伝いをさせてください。でラーナが仲間になると。操られていたとはいえ罪もない人たちを傷つけてしまった。せめてそのくらいはさせてください。テッシー殿、わしは戦うには年を取り。ちょっと待って、おかしいだろ。
そんなに時間経ってないって。ちょっと待て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 、アーロン抜けんのこれ。もしラーナさんを連れて行くのなら、後のことは彼女に任せて、わしはゆっくりさせてもらおうかの。ここで抜ける。どんだけ。そしてメンタル強えよな、アーロン。え、あ、これすごいね。ラーナを仲間にしたらアーロンが抜けます。仲間にしないんだったらアーロンがいますっていう。そんなのはあるんだ。すごい。ラーナでしょ。でも年を取りすぎたようだって。理由もうちょっとさ、もうちょっといい理由にした方がいいと思うよ、アーロン。ここででも言うってすごいよね。いや、それ理由に帰りますかっていうレベルだから。本当にラーナ連れて行きましょう。気にするなって、誰も責めたりしねえよ。レスター優しい。優しいレスター。全員責めるわ。一緒に行こう。ラーナに言ったのか。皆さんありがとうございます。よし、まずホーリードットを手に入れるしかないな。アーロンガン無視。それから急いでジェシカの救出に行くぞ。オッケーと。なかなか最後のイベント、盛り上がったイベントマップでしたね、これは。アーロンが抜ける。でも、あ、そっか、リアーナが一人入って、ボーンって。寂しいな、あいつ俺が倒したことになってる。ボーゼル。まあいいや。あれ、もうアーロン、もうアーロン抜けてる。だったらここにリアナとラーナ入れてくれよっていう。どっちかに してあげた方が。そっか、そう、リアナ一人だったら入れたんだよね、確かね。ちゅうことで、まあおそらくもう最後でしょう。まあ多分最後というか、もう最後の最後でしょう。18。どこ、ここ。あ、そうだよね、右の上。あ、そこベルゼリア城なの。シナリオ、封印の鍵ということで。まあでも、あ、そう、最後じゃねえな、まだラングリッサーの封印を解いて、そこからベルンハルトにズドーンって感じですね。で、多分また上かな、その上かな、ベルゼリア城が上にあるということなんでしょう。ではそうですね、次回ラングリッサーの封印を解きたいと思います。次回もよろしくお願いします。デッシーでした。